三笘のインタビュー聞いた。中国ファンの反応がこちら。中国ポータルサイト直巻派によると、三笘薫、前回の試合では、中国男子サッカーチームに、7-0で勝ったので、今度は必ず反撃してきます。難しい戦いになります。というタイトルで、三笘のインタビューを紹介。実際の三笘のインタビュー映像を聞くと、中国に関しては、1試合目は7-0で勝っているので、中国はより気合は入ってくると思いますし、難しい試合になります、と中国が反撃してくるとは、一言も言ってはいないのだが、直巻派のこの記事は、中国ファンから大きな反響を呼んでいる。この記事を見た中国サッカーファンの反応がこちらになります。反撃？ははは、考えすぎだよ。心配しないでください。我々に反撃する能力はありません。サンキュー王三笘薫は、トークも上手なようです。難しい試合になるだなんて、とんでもない。私たちが反撃したいのは、山々なのですが。サンキュー王、アジアでは難しいという言葉は、いりませんよ。この翻訳は正しいのですか？反撃はしませんよ。ただ守るだけですから。サンキュー王、そんなに謙遜しないで。サンキュー王は私たちのことを、本当に高く評価してくれている。考えすぎです。反撃しませんから、あなたが私たちを倒すのを、待っています。あなたは考えすぎです。私たちは引き分けが欲しいだけです。この人はサッカーをしなくても、教授になれますから。反撃したいのだが、我々の能力がそれを許さない。私たちは反撃しません。休んでください。握手して平和になれば、素晴らしいでしょう。まだわかってないよ。前回は考えすぎて0-7になってしまったんだ。あまり深刻に考えないで、とにかく失点をあまりしないことだ。あなたはすでに、フットボールの王様ですが、何を恐れているのですか？もし反撃したら、0-7で、やられるじゃないですか。